こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では男の手抜きファッションを実現するために持っておくと便利な5つのユニフォームアイテムというテーマでお話をしてみたいなと思っています。もちろんですね、ファッションというものは楽しいので毎日違った着こなしを楽しみたいという方もですね、少なくはないかなと思うんですが、一方で毎朝ですね、たくさんの服の中から着こなしをゼロから構成していくのはですね、結構手間だよなと感じる方も少なくないかなと思うんですね。まあ、僕自身ですね、ファッションは好きでこういった仕事をしてますが、日々の着こなしをいろいろと考えるのってちょっと手間に感じることが少なくないんですね。そういった時に自分の中でいくつかのですね、ユニフォームみたいなものを固定して持っておくとすごくですね、コーディネートを考えるのが楽なんですね。ということで今回はですね、ある一定のおしゃれさというところは担保しながらもですね、なるべく効率するために5つのですね、ユニフォーム的アイテムを皆さんにご紹介したいなと思ってますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべく分かりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムの紹介ですとか、あとはコーディネートの解説ですとか、リアルタイムの情報に関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップ動画の方で解説をしています。そちらではだいたい週に4本ぐらいのペースで新しい動画をですね、どんどん出してますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄からチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでまず一つ目のですね、ユニフォームアイテムから解説したいなと思ってるんですが、それはですね、僕が今着ているこちらのネイビーのセットアップですね。まあ、ネイビーのジャケットに対してネイビーのスラックスという形で、この組み合わせはユニフォームにするにはもう最高かなというふうに思っています。僕はネイビーのセットアップが大好きで、常にクローゼットの中にはこのネイビーのセットアップを用意しているわけなんですが、こういったものがあると意外とですね、オン・オフ両方使うことができるので、これほどですね、使い勝手のいいアイテムってなかなかないのかなと思っています。しかもですね、このネイビーのジャケットですとかネイビーのスラックスはそれぞれですね、単品使いもできるんですね。今セットアップで組んでいますが、この上半身の着こなしは変えずに、下をですね、例えば細身のブラックジーンズにしてみたいだとか、あとはブルージーンズにしてもいいですね。もうちょっと今っぽい着こなしにしたいなという場合はワイドパンツを合わせて上下でサイズ感をガラッと変えてみるのもいいかなと思いますし、結構ですね、上半身を固定してボトムスを変えるだけでも様々なバリエーションを作ることができるんですね。また今履いているこのネイビーのスラックス、これはこれで便利で、例えば上半身を変えるだけでも様々な着こなしができるんですね。まあ、ジャケットを脱いでシャツアウターにしてみるというのもいいかなと思いますし、あとはあえてカジュアルなパーカーを着てみたいだとか、T シャツにカーディガンだとか、そういったスタイルもあったりするので、このボトムスだけでも使うことができるので、もう様々な着こなしに応用ができるんですね。まあ、セットアップのスタイルに関してはまた別の動画で解説しているので、そちらも見ていただきたいんですが、たった一組のネイビーのセットアップがあるとこれだけですごい幅のファッションが楽しめるので、ぜひ皆さんにはですね、ネイビーのセットアップは一つのユニフォームとしてしっかりとしたものをですね、買い揃えていただきたいなと思っています。もちろんユニクロでもセットアップは組むことができるんですが、まあ、もうちょっと奮発をしまして、例えばスーツが強いですね、スーツカンパニーで買い物をしてみるだとか、あとはグリーンレーベルだとかエディフィスですとかナノユニバースですとかユナイテッドアローズですとか、さまざまなセレクトショップなんかでもこういったネイビーのセットアップは必ず用意がありますので、なるべくですね、着ていてストレスのないようなストレッチの効いたセットアップはですね、間違いなくユニフォームになるかなと思いますので、ぜひ皆さんチェックしていただければなと思っています。はい、続いて2つ目のユニフォームアイテムなんですけども、それがですね、 T シャツですね。これはですね、昨年僕もですね、ユニフォームという形で散々使ったものなんですけども、まあ、皆さんもご存知の通りユニクロ U のですね、エアリズム T シャツ、これはですね、間違いなく使い勝手がいいので、複数枚持ってユニフォーム化することをぜひ皆さんにお勧めしたいなというふうに思っています。まずベーシックで使いやすいのはホワイト系かなと思います。まあ、こういったものであれば今僕のですね、セットアップ組んでありますが、その内側に入れて本当にシンプルなセットアップスタイルを組むことができますし、まあ、清潔感があってね、まず間違いのない選択肢だと思います。このエアリズム T シャツのいいところっていうのは、割とですね、インナーとして使うのも優秀なんですが、1枚で着てもですね、
ほんのり緩さが出るので、なんか今っぽさがですね、気軽に取り入れやすいんですよね。まあ、タイトなシルエットの T シャツってインナーとしてはいいんですけども、1枚で着るとどうしても今っぽさというところが漂わないので、その点ではですね、ユニクロ U のエアリズムはすごくですね、使い勝手がいいかなと思っています。カラーバリエーションもすごく広くて、僕はこのホワイトと、あとはこのダークグレーですね、この色もめちゃくちゃ去年気に入って着ているわけなんですけども、まあ、濃いめの色ではあるんですが、ほんのりですね、上品なグレーの雰囲気が漂っているので、これがですね、ブラックのパンツと合わせた時にすごくバランスがいいので、個人的にも気に入っています。このようなちょっと深めのグレーというのは、様々なセレクトショップでも展開してまして、もっとセレクトショップのオリジナルになると金額も高いんですね。大体5000円以上は確実にしますし、高いものだと1万円を超えるんですが、こちらは1000円台で買うことができて、なおかつですね、安っぽい感じは全くしないので、ぜひお勧めしたい色かなと思っています。あとはブラウン系なんかを取り入れることで、少しですね、今っぽさを出すのもいいかなと思っています。ベージュだとかブラウンというのは引き続きトレンド色なので、こういった T シャツのカラーで遊んでみるのもいいかなと思うので、特に夏場ですね、これからの季節はこのユニクロ U のですね、エアリズム T シャツは間違いなくユニフォーム的に活躍してくれるかなと思っています。今動画を撮影しているのは5月初旬なので、今時期だと T シャツ1枚でもいいんですが、ちょっと肌寒いかなという場合は、この上にカーディガンを羽織るみたいなスタイルもすごく使いやすいかなと思うので、ぜひですね、ユニクロ U のエアリズム T シャツ1枚だけじゃなくて複数枚買いながらですね、皆さんのユニフォームにしていただければなと思っています。はい、続いて3点目のアイテムなんですけども、3点目はですね、今僕が履いているこちらのブラックのですね、イージーパンツというものなんですね。ちょっとですね、今は画角的に見づらいので、椅子の上に乗っかってみたいなと思います。こんな感じですね。はい、僕はですね、こういったブラック系のパンツが好きで、いくつか所有してるんですが、その中でもですね、細身のブラックジーンズというのは個人的にはあんまり履くことがなくて、それよりもですね、今履いてるようなスラックスっぽく見えるんですけども、腰はですね、ゴムが入っていてすごく履きやすいようなイージーパンツみたいなものをですね、僕はユニフォーム的に使うことが多いんですね。今履いてるのはですね、ユナイテッド東京というブランドのアウトラスト2タックスラックスというものなんですけども、これが僕の中ではすごく気に入っていまして、いくつかカラーバリエーションを持ってるんですが、その中でもブラックですね、これがすごく使いやすいかなというふうに思っています。まあ、2タックということで、腰周りには適度にゆとりがあるんですね。トレンドのワイドシルエットというわけではなくて、腰周りにゆとりがありながらも膝から下にかけては細くなるようなテーパード型のボトムスになっているんですが、これがですね、足がすごく綺麗に見えますし、さまざまなスタイルに似合いやすいので、すごく便利なアイテムかなというふうに思っています。よくですね、僕の動画の中でお伝えしているユニクロのスマートアンクルパンツなんかもあるかなと思うんですが、それとですね、立ち位置的にはすごく近いかなと思っています。よりこちらの方が、まあ、価格も高いということがあって、シルエットも綺麗ですし、素材の質感も気持ちがいいので、個人的には気に入ってよく履いています。このようなイージーパンツというのは最近すごく多くなってきていて、まあ、スラックスとですね、見え方はすごく近いんですが、まあ、センタープレスがあるものとかないものとか様々なものが出ていますし、まあ、とにかくですね、ストレッチがめちゃくちゃ効いていて、見栄えは綺麗なんですけど履きやすいんですね。あとですね、この腰がゴムになってるっていうのも見えるかな、分かりづらいかなと思います。腰がゴムになっているのも結構便利なんですね。ですので僕は超面倒くさがり屋なところがあるので、このチャックもしないでそのままずるっと履けてしまうのが結構楽なんですよね。そういった意味でもこういったイージーパンツはすごく便利かなと思っています。まあ、丈の長さもですね、やや短めにして、あまりクッションがたまらないようにして履くんですが、このようなパンツはですね、1本あるとすごく便利なので、ぜひ皆さんにもユニフォーム化していただきたいなと思っています。もしですね、あまり服に予算がかけられない方はユニクロのスマートアンクルパンツで、もう少しですね、お金をかけてもいいかなという方は、僕が今履いているようなユナイテッド東京ですとか、まあ、今だと各種セレクトショップで必ずですね、こういったイージーパンツ、スラックス調のものがたくさんありますので、そういったものをですね、ユニフォーム代わりにしていただければなと思っています。はい、続いて4点目のユニフォームなんですが、これはですね、僕が今持っているようなホワイトレザースニーカーですね。まあ、これも僕にとっては間違いなく便利で使い勝手のいいスニーカーかなと思っています。あまりに僕は白のスニーカーが好きすぎて、様々なバリエーションを持ってるんですね。まあ、その中でも定番的で使いやすいのはこのようなスタンスミスのようなものですね。
ちょっと僕が持ってるものは一癖あるもので、アディダスとラフシモンズのコラボレーションモデルで、まあ、ここのパンチングが R になってるものなんですけども、これはですね今から4年ぐらい前に買って、まあ、ボロボロになったものなんですが、また白く塗装し直して、まあ、綺麗な状態に復活したので、最近はまたこちらをよく履いています。僕の過去の動画の中でこちらのですね塗装している様子も出ていますので、よかったら見ていただければなと思ってるんですが、こういったホワイトレザースニーカーはめちゃくちゃ便利ですね。まあ、こういったスタンスミスもいいですし、今ですね僕が履いているもの、まあ、ちょっと見ていただきたいんですが、これはですねホワイトというよりはライトグレーなんですね。めちゃくちゃ白に近いような明るい色なんですけども、まあ、比べてみるとちょっと色味の違いは感じるかなと思っています。いずれにしろですねこういったホワイトだとかライトグレーのスニーカーはすごく便利で、先ほどもお伝えした通り僕はですねこういった黒のイージーパンツだとかスラックスをよく履くので、そのような着こなしの時に足元にですね黒系のスニーカーというのもいいんですが、ちょっと退屈に感じてしまうので、僕は差し色的にこういった白レーザースニーカーを履くことが多いんですね。ですのでこの下半身をこの2つで固定してしまうというのはすごく便利なんですね。と言いつつ僕はですね黒系のパンツはいろいろ持っていまして、スマートアンクルパンツ、そしてこちらのユナイテッド東京のもの、あとはユニクロ U のものだとかディストリクトユナイテッドアローズのものだとか、黒のスラックスの中でいろいろ持っていまして、その中で日々の着こなしを楽しんでいます。あとは白のスニーカーに関してもこういったスーパースターだとかスタンスミスだとか、あとエアマックス95のホワイトだとか、まあ、様々なホワイトのスニーカーでバリエーションを楽しみながら、まあ、一つのですねユニフォーム的にはしているんですが、その中で変化を出すようにしています。意外とですねこういったホワイトレザースニーカーもすごくあると便利なので、ぜひ皆さんもですねユニフォームの一つとして揃えていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目のユニフォーム的アイテムなんですが、こちらですね、ブラックのレザートートバッグですね。これまたですねバッグを一つ持つのであれば間違いのない選択肢かなというふうに思っています。以前の動画でもちょっとお話をしたんですが、とは言いつつ僕はですね最近は手ぶらで過ごすことが圧倒的に増えたんですね。まあ、ちょっとしたショルダーバッグを持つぐらいならなるべくですね財布をコンパクトにしたりだとか、スマホ自体を小さくすることで手ぶら化した方が全然楽だなというふうに思ってるんですね。とは言いつつもやっぱりですね仕事で書類を入れたりだとか、あとは PC を運んでするときにはある程度の大きさのバッグが必要になるかなと思っていまして、その時に一つだけ持つとしたらこういったレザーのトートバッグがまず間違いのない選択かなと思っています。僕はこういった縦長式のものを持ってるんですが、横長のタイプでもいいかなと思いますし、なるべくですねシンプルで上品なですねレザーのトートバッグがあるとまず間違いがなくて、いろんな場面にでも使いやすいかなというふうに思っています。僕はこういったレザーの黒トートバッグというのはすごく好きで、もうかれこれ10年以上ですね買い替えをしながら様々なものをですね持っています。最近はですねちょっと奮発をしてサンローランというブランドのものを買って、もうですね2年半ぐらい使ってるのかな、まあ、すごく愛用してるんですけども、まあ、こういったものはそこまで頻繁に買い揃えるものではないので、僕の中ではですね奮発をしてもいいポイントかなというふうに思っています。ですのでこういった黒のレザートートバッグというのは様々なところで売ってまして、例えばユナイテッドアローズグリーンレーベルだとか、あとはスーツカンパニーでも売ってますし、あとユナイテッドアローズのオリジナルもすごくいいですし、個人的にはあとはバーニーズニューヨークなんかでもお客さんにですねレザーのトートバッグをですねお勧めすることがあったりします。ですので結構いろんなブランドでこういった黒のレザートートバッグというのは取り扱いがありますので、皆さんの予算の許す限りでちょっと背伸びをして買ってみるのもいいかなと思っています。まあ、意外とですねこういったシンプルなレザートートバッグであればビジネスカジュアルからカジュアルの場面まで幅広く使えたりしますので、ぜひですねちょっと奮発をして自分にとって気持ちが上がるですね黒トートバッグを持っていただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では持っておくと便利な男のですねユニフォーム的アイテムを5つご紹介させていただきました。どのアイテムに関してもこれは人によって似合いにくいっていうものがなくてですね、いろんな方に使い勝手がいいものなのかなというふうに思っています。改めておさらいをしてみると、無地のネイビーのセットアップ、そしてユニクロ U のエアリズム、そしてブラックのイージーパンツ、白のレザースニーカー、そして最後がブラックのレザートートバッグ、このあたりはですね持っておいてまず間違いがないかなと思いますので、ぜひですね皆さんもクローゼットの中にこういったものを並べながら日々の着こなしというものをですねより効率的に楽しんでいただきたいなというふうに思っています。
このようなユニフォーム的なアイテムというのは1回買えばしばらく使えるんですけども、その中でもちょっとした微調整をしながらバリエーションを出していくのも楽しいかなと思っています。先ほどもお伝えしたように白レザースニーカーだったら、まず1足持っておけば間違いがないかなと思うんですが、白のスタンスミスを買ったとしたらそれだけだとですねどうしても飽きてしまうので、その他にですねジャーマントレーナーを履いてみるだとか、あとはエアマックス系のものを揃えてみるだとか、ちょっとした同じ白スニーカーというジャンルの中でもバリエーションを出してみるとですね、結構退屈することなくこういったユニフォーム的なアイテムを楽しむことができるのかなというふうに思っています。ぜひですね皆さんも今回の動画を参考にしながら日々のファッションを楽しんでいただければなというふうに思っています。これからもですねこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですねなるべく分かりやすく解説をしたいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山旬のメンバーシップチャンネル。